はい、皆さんこんにちは、みのチャンネルのみのわです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、夏休みの参考にしていただこうと思って、第2回みのログ宿編ナンバーワン宿決定戦じゃねえ、ちょっとランキングのね項目別でお話しさせていただいてるんですけど、1回目はお風呂、あと施設、お風呂編施設編っていうのを見てない方は1回目に戻ってみてくださいね。さあ第2回目、今回はサービス、そして眺望、景色ですね。これが良かったところちょっとお話ししたいなと思ってるんです。これはあくまで私がこの10年間に行った宿の自分の感想としてのお話ですから、行ったことないところにですね、ここのがいいよとか言わないでください、ね、私が行った順位を今話しているので、うん、皆さんなんか参考になればなというふうに思います。サービス編、これはもう今までの動画でも一個ずつ旅館は全部アップしてます。4位はまだアップしてないや。1位、2位、3位、5位、ここはもう今までみのチャンネルの動画でアップしてるので、うん、検索して見に行ってください、うん、さあサービス第1位竹笛、うん、まあ、うん、至れり尽くせりのすごい宿です。ちょっとびっくりで、そこまでしなくてもいいんじゃんぐらいサービスを徹底的にします。またその時たまたま私が誕生日の近い日だったので、それを知っていた中井さんが、中井さんなんだよね、なぜかね、ごめんなさい、これもしかしたらなんですけど、旅館全体がサービスいいのかどうか分かんないです。私その中井が自分で明言したんですよ、世界一のお客様に感動させるサービスをやりたいって、そういうふうに徹底的に自分で決めてやってるんですって中井が言ってたんで、うん、まあ、中井って言っても男なんですけどね、うん、だからその人が良かったのかもしれないの。ただもうすごいんで、何がすごいかは過去動画見てください、うん、そして第2位熱海荘、これは熱海って言ってもあの伊豆半島にある熱海じゃなくて磐梯熱海、福島のですね、の熱海荘、これは1位の中井云々っていう話ではなく、旅館全体のサービスとしてこんなことあっていいのって過去になかった経験をしたから2位になったんです。どんな経験っていうと、まあ中規模旅館なんですよ。中規模旅館なんですけど、まあ新幹線で降りて車で30分ぐらいかかるんですけど、迎えに来てくれます。まあよくありますよね、新幹線の大きい駅まで迎えに来てくれるのは。次の日泊まった後、観光地まで遠い1時間ぐらいかかるところまで送りましょうかと言ってくれたのがまずびっくりしたんですけど、まあそういうのもあり、中規模旅館だから部屋数的には10個ぐらいなんですが、稼働しているの、稼働っていうのは要するにお客様を入れる部屋は多くて3部屋に絞っていると。で実際私行った時は2部屋だけだから、私たち以外にもう1組しかお客さんいなくて2組にしてるんですね。部屋は普通大きいんですよ。寝室、それ以外の和室、それ以外になんか床の間付きみたいな、そのぐらい大きい部屋だったりするのを2部屋全部自由に使ってくれて、2人でどうやって使えばいいんだよって、結局私たちは1部屋使わなかったですけど、2部屋使っていいです。でなおかつびっくりしたのが、普通中規模旅館に行ったら大浴場男女でありますよね。それを分けて、もう美濃様たちはこの大浴場をチェックアウトまでずっと使ってください。で隣のお客様は女子風呂大浴場を使わせますんでって言うわけですよ。大浴場ですから2人入ったってもうおいみたいな感じですよ。ちょっと大きいんですよ。露天風呂もあるわけですよ。露天風呂も自由にずっと使える。だからスタッフの方が人数多くて、でなおかつもう至れり尽くせりですよ。本当2人だけ、向こうももう1組も2人だけ、4人のお客様に対して、まあ6人から8人ぐらいのスタッフがいるわけですからね、ちょっとびっくりこいて、これは実を言うと旅館の中で唯一教えたく
ない旅館ナンバーワン熱海荘でも、ミノチャンネルをご覧になっていただいている方だけには言っちゃう、はい、この間ね、一休 .com 見たらびっくりでしたよ。総合ランキング日本で第2位だった熱海荘。わあ、すごい、すごい。言いたくないランキングなんだけど、まあ言っちゃったけどね。第3位長楽館、これ京都です。これも動画になってるので見ていただけたらいいんですけど、これはただ私が気に入っちゃったから上に上げてるのかなホテルなんですよ、旅館じゃなくて。大浴場もないんですよ。だからそっち辺では点上げられないの。サービスはすごくて、長楽館はホテルです、カフェがあります、立地最高です。だから予約をしないと入れないようなカフェがあって、予約をしない方が行列をなして待ってるっていうカフェ、宿泊してる間飲み放題、入り放題、飲み放題。それでいてね、ものすごい明治からの建物なので、普通のお客様は入れないようなところも全部案内してくれたりとか、ものすごいいい建物でしたね。とかね、何が良かったのか分かんないんだけど、すごく良かったっていう、サービスが良かったってちょっとそういう思い出のがあって3位で、ごめんなさい、これ皆さんに謝らなきゃいけないことが一つだけあります。この10年で行ったミノログナンバーワンエンドサービス編、深山荘だけは 10年以上行ってないです。すいません、行ってないんですよ。だから今どのランキングに入ったらいいかこれ分かんないんですけど、私はミノチャンネルを始める前までは深山荘がサービス部門第1位だったんです。で、何かって言ったら、20年前に私最初に深山荘行って、もう3回行ってるんです。20年前に行った時に覚えてるのが、宿の部屋は少ないです。4つかな、5つかしかないんですよ。宿坊、宿坊って分かる？お寺に付随してお寺の、にお参りに来る人のための宿っていうのを宿坊っていうんですよ、うん、で、その宿坊だから、まあ何だろう、質素なんです、旅館としては。もう何もないんです。大浴場もないし、お風呂も共同、共同ですよ。部屋にお風呂ついてないんですよ。でも山の中、京都から車で30分で、鞍馬っていうところに行きます。鞍馬って鞍馬天狗の鞍馬、貴船神社って有名な神社がありますけど、さらにそこからまた30分以上かけて山道、車がすれ違えないんじゃないかなっていう山道をずっと行くと深山っていう地域に出て、そこにある旅館だから、もうものすごく田舎なんです。田舎でそこの道を走って深山に着いた時に、日本の原風景が見れて、自分の気持ちが京都の町にいる時と違う、リセットされて、もういいんだこれで、お風呂なくていいんだ、料理は豪華なあの料理なんか食べなくていいんだって、なんかリセットされちゃうんだよね。そこでね、その20年前に初めて行った時はおそらくお客さんが少なかったんだと思うんですけど、食事ですって呼ばれて行ってみたら、大広間、何十畳かな、20畳以上、何畳あったか分かんないですの大広間に、隅っこの方にポツンと座布団があって、そこに座布団の上に座ったんです。あ、20畳以上ドーンと広間が見えるだけで寂しいなぁなんて思ったんですけど、お膳、ちょっと足がついてるこのぐらいの高いお膳、江戸時代とかなんか殿様食いそうな、それをね、2人で、まあ、私ともう1人で行ったんですけど、こう運んできたんですよ。なんか江戸っぽいでしょ、こう運んできて、で、私より 2,3 メーター手前でこう下ろして、で、ご挨拶が畳に頭をつけるぐらいこうやって挨拶されたときに、俺殿様かなと思ってなんじゃこれとびっくりしちゃって、で、お膳を前に、ね、置かれてお召し上げくださいっていう、その儀式みたいなのがものすごく感動した覚えがあって、まあそれと、あとは清水寺のモデルとなったお寺が
隣に宿坊ですから、うん、お寺があるんです。でそのお寺に行って帰ってきた時にもう帰って宿に入る前から飛び出してきて汗かいて山登ってお寺に行くんでね、おしぼりを冷たいおしぼりを持ってきたりとか、どこで見てんだろうこの人たちはっていうぐらいすごく見ててくれて感動した覚えがありまして、うん、今はどのランキングに入ってるのかわからないんでこの辺に入れといたんですが、なんと2024年7月宮益行きます。お予約しました。これもう一回行ってどういう風になるのかな、楽しみなんです。ここはサービスと食事が抜群です。積み草料理っていう、積み草ね、草を草を食べさせて、どうなんだよ、もうこれがまたいいわけですよ。さあ第5位、これシャレアビー、これよく出ますね、ミノチャンネルでよく出ますけど、北海道の定山渓、札幌から車で30分の定山渓温泉にあるシャレアビー。これは普通ラウンジっていうのはラウンジ専用の宿泊部屋、部屋のカテゴリーでちょっと上の方の、カテゴリーに行かないと、ラウンジ使えませんよっていう宿が多いのに、ここだけは宿泊者全員がそのラウンジ使えます、うん、なぜかっていうと、全部スイートだから全部20万円だから一泊だけど、日本酒あるわ、お酒はあるわ、ドリンクもすごいんだよ、いろんなドリンクあるんだよね、ウイスキーあるわ、お菓子、なんか北海道のお菓子コーナーとか楽しいんだよ、うん、そういうのもいつもいつ行っても飲み放題食べ放題っていうラウンジがあったり、もう本当に気を利かせていただいているので今サービス園5位になっております、うん、さあ続いて、眺望編、景色ですけどこれちょっと山だけにさせてください、うん、なぜかというと海は沖縄が勝っちゃったりするわけですよ、うん、そうですこれしょうがないね、沖縄羅列したら全部沖縄になっちゃったりするし、うん、海沿いに立ってればそれ海が目の前見えるんでみんないいわけですよ。だからどこってなんか決められなくて、眺望って自然とかちょっとね、なんかその辺がいいなっていうところを説明させてもらおうかなと思って山辺にしました。第1位、これ第1回ミノルグナンバーワンの、お風呂編でも言ったんですけど、天空の森です。これしょうがない、もう雅叙園っていう旅館さんがやってる天空の森、もうおしゃれ、もうおしゃれすぎてもう何も言えない。もう山があって、山のふもとから頂上に行くまでに川が流れてたり、カモの池があったり、全部車で止めてくれてカモに餌やったり、もうそこのねおしゃれな足、冷たい川に足をつけながらお茶したりとかね、いろんなことやらせて、上に一番上行って、もうエロいビラがあるんですよそこにあるポツンと裸になっておーって叫べるぐらいの風呂があるんで、これはもうしょうがない、はい、第2位、月光樹。これも実を言うと眺望が良くて、部屋から、あとは山のてっぺんにある露天風呂から山がもうずっと見える、もう景色似てます、ここの2つは。ただこっちの方が素晴らしいけどね、まあ景色が素晴らしいっていうので第2位。第3位、赤倉高原ホテル。またなんかちょっと突拍子もないことを入れちゃったんですけど、赤倉高原ホテルでも新館の方に皆さん泊まってくださいね。旧館じゃなくて新館。これはスキー場なんですよ。スキー場があるここに立ってるから、ここの最前列の部屋付き露天風呂に入るとぐわーってグリーンが見えるわけ。グリーン、夏行くと緑なの、はい、もう芝なの、芝だから余分な建物、木とかさ建物が見えないから、向こうには建物見えるんですよ、遠くには。その景色が良くて、もしかしたら雲海のような、山の上にあるからね、ちょっと雲海のような景色も朝見えるかもしれない。第3位。第4位、強羅花壇、箱根です。私のミノログではランキング低いのにまた入ってきた、悔しいけど、部屋付きの露天風呂は景色悪いです。悪いっていうか庭が見えるの。庭がちゃんとして綺麗な。バーはすごいです。とか、すごいいいところに立ってるんだよね。めちゃくちゃもう箱根の山がドーッと全部見えるの。景色いいです。箱根吟遊っていう宿があるんですよ。これランキング外なんですけど、箱根吟遊っていう宿も、谷に立ってるので、川があって向こうの山なんで、
ここの露天風呂入るとこっちの山が目の前にドーンと見えるっていう、うん、ただ広い景色が見えないのが箱根吟遊、広い景色が見えるのが五だから、うん、そして第5位また来ました、竹林亭。これもうずるいの、なぜかって言ったらもう史跡になるような古い公園についてる旅館だから、その庭が綺麗、もう散歩したらもう最高っていう、そういう意味で5位になってます、はい、ちょっと駆け足でごめんなさい、眺望編は言っちゃいましたけど、これはね賛否両論あります。もういろんな景色があるんで、何がいいとはなかなか言えないんですけども、私が最近行ってまあ良かったなっていうところを並べています。これだけ古いね、ここはもうごめんなさい、本当に10年行ってないですね、宮本さんね。ここはだけど 大切というか、これ合ってます、特に第2位やばい、はい、という感じで第2回ミノルグナンバーワン項目編でしたけど、第3回はやっと料理が出ます、ご期待ください。ありがとうございました。